ああ、暇やな。よかった。いらっしゃいませ。やばそう。やばそう。もう近い。あ、近い。いらっしゃいませ。わわわわわわ、眠った。エロ雑誌読むんちゃう。もう立ち読みするぐらいいいか、暇やし。ホットスナックでもちょっと片付けるか。大丈夫か。大丈夫か。わわ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 
寝読みしてる。うわわわわわわ。うわ、怖い。いくん怖い。うわぁ。いくん怖い。すんません。すいません。すいません。他のお客様の、通路ですので。すいません。すいません。少しリラックスしてしまいました。すいません。申し訳ございません。少しだけ立ち読みをするのは。立ち読み、はい、大丈夫です。すいません。はい。何かしらの商品はすぐに買わせていただくので。はい。すいません。はーい。喋ってみたら普通の人やった。めっちゃ怖い。喋ってみたら普通の人が、寝読みしてた。怖い。か、品出し、お菓子ゾーンはまあ大丈夫か。んで、お菓子ゾーンだ。そう。いた？いた？すーごい。家の声出してる。一日休みの時の声出してる。すいません。はい。すいません。はい。すいません。ねえ。すいません。よかった、すいません。よかったです。失礼いたしました。はい。いや、またリラックスしちゃって。いや、大丈夫です。そうですね。もう、はい。すいません。わかりました。すいません。それ食べないでくださいね。はい。それ食べないでくださいね。購入しちゃダメです。購入は大丈夫です。購入してから食べてくださいね。もちろんです。おかしなことを言う店員さんだな。お前がおかしいから。すいません。まだ飲まないでくださいね。購入しちゃダメでした。購入は大丈夫です。レジやりますか？どうぞ。はい、お願いします。ありがとうございます。はい。ポテトチップスが。袋大丈夫です。はい。ポテトチップスが、1点と、はい。ですね。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。クイックペイで。はい。どうぞ。はい、ありがとうございました。すいません。うわ、いった。満喫の持って行き方してる。4567回いった。もういや、ちょっとほっとこう。こいつほっとこうかな。
うんうん、えい、えい、憑依レラマキリ、俺のカバの前で首なんて伸ばしてっからだ。格好の餌食だ、教養会バーカ。痛く、木の皮が網に、痛く、黙ってしっかり持て。あ、それ読みます。あ、売り物です。あ、それ読みます。売り物です。あ、ごめんなさい。はい、売り物です。あ、うわ、めっちゃ裾捕まえてる。うわ、めっちゃ裾捕まえてる。あ、それ読みます。あ、めっちゃ裾捕まえてる。それ読みます。あ、読めないです、すいません。あの、ちょっと警察言うことなっちゃうんすよ。あ、枕にしないでください、すいません。あの、警察呼ぶことなっちゃいます。 あ、僕も呼びます。あ、もしもし、もしもし、 もしもし。あ、寝てます、コンビニで寝てます。もしもし、撮ってます。あ、もしもし、コンビニで寝てます。もしもし、はい、店員さんが、店員さんです。今寝てます。はい、はい、店員さんがいます。あ、寝読みしてるんです。コンビニに店員さんがいます。ね、寝読みしてて、コンビニにで、はい、店員さんが、あ、買い物はしました。います。はい、買い物はされました。買い物はされたんですけど、眠いです。あ、やばい、眠くなってきました。眠りまーす。あ、やべえ、すいません、すいません。寝てて寝る人やった。あ、寝てないですよ。え、これは、これは、あ、あの、僕の何が間違ってるんでしょうか。寝てるとこです。あー、起きようと思ったけど無理でした。すいません。笑った、笑った。あ、警察もまもなく来ますんで。あ、はい、はい、自分もそろそろ行きますね、じゃあ。はい、失礼します。はい、失礼します。はい。あ、行ってください。あ、はーい。あ、警察来ました。あ、はーい、いらっしゃいませー。来ました、いらっしゃいませ。すいません、この人です、この人です、お願いします。あ、僕です、はい、お願いします。僕です。すいません、寝てます、この人です。あ、寝てます、はい、はい、はい、一旦署まで同行とのことなんで。あー、そうですか。うん、悲しいです。署まで同行は悲しいです。あ、立ち上がれますか。あ、立ち上がってって警察の方が。署まで同行は消防です。あ、もう、で、すみません、一応買い物はされてます。はい、あのポテチとキリンは、そうですね、あれは本人が買われました。はい、意図は分かんないです。はい、お願いします。別の人の彼氏になったよ。男目線の誰でした。署まで同行した方がいいですか。はい、お願いします。立ち上がれますか。立ち上がれないんですよ。お酒飲んでますか。飲んでないです、飲めないです、お酒。うん、同居人の方いらっしゃいますか。一応父と母と一緒に呼べますか。いやー、もう寝てると思いますよ、深夜なんで。じゃあ、立ち上がって。別の人の彼氏になったよ。男目線の、じゃあ一応母に連絡しましょうか。お願いします。おい、ばば。あ、うん、あ、家の前のコンビニあるだろ。家近い、あった、あそこに来い。いいから来い。うるせえ。